どうもメディア UK です。いきなりですがソリオバンディット MV 買っちゃいました。といっても私の車ではなく嫁の車になります。今回この車納得いく価格で買えたのと、前に嫁が乗ってた車、まあ年式古くて過走行、さらに傷だらけで修復歴ありが、まあこれも普通に売れちゃったんで、まあ、売買のコツっていうのを話していきたいと思います。また動画の最後には、まあ、その話と絡むことでもあるんですけど、純正オプションではなくちょっと社外品も頼みましたんで、そちらの取り付けと もやっていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。で今回まず最初にディーラーで新車の見積もりしてもらうことにしました。やはりちょっと現物見たかったのと、試乗して走り確かめたかったのがあって、まあ1軒目まず鈴木のディーラーに行ったんですけど、新車買うときなんですけど、まず基本分かってる人も多いかと思いますけど、競合させることですね。特にライバル車ぶつけるのが一番いいです。このソリオやバンディットの場合だとトヨタのルミあたりがガチのライバルになるんで、トヨタディーラーで見積もりに持っていけばさらにいいと思います。でディーラーででもですけど、この車が本命だっては言わない方がいいですね。完全に本命でこれ買いに来たってなると、まあ値引きしなくても買ってくれるって思われちゃいますんで、まあこっちかルミか迷ってるぐらいな感じで行っていくのがいいかと思います。で1軒目のディーラーでですけど、ちょっと誤算があったんです。試乗して現車見たら嫁がすっかり気に入ってしまって、もうルーミー見に行く気になんなくなっちゃったんですね。でもまだ手はあります。ディーラー同士の競合っていうやつですね。まあ同じくスズキの看板上げてても系列が違う店っていうのはあります。さらにスズキなんかですとサブディーラー〇〇事項や〇〇モータースなんていうのでスズキの看板上げてるところもあります。そういうところで競合させるっていう手もあります。でおまけにちょっと担当できた営業が新人さんだったんです。なのでやっぱ力がないんで、なかなか値引きも厳しくなったので、まあ、1回目2回見積もり取ってもらって、その後計5箇所で取りました。希望が完全に分かったんで未使用車などもネットで探しました。ただまあ後でオプションのところでも言いますけど、まあ、絶対に譲れないものですね。2種類メーカーのオプション、工場出荷時につけるものですね。例えばこれは標準なんですけど、ソリオの場合はグレードによってなんですけど、なんだっけ、スズキのセーフティーサポートという自動ブレーキとか含んだ安全の装備ですね。こちらバンディットは標準でついてます。でこのボディカラーなんですけど、まあ、特別塗装色なんですね。でこちらもちょっとディーラーで言われたのが廃止になる色だそうで、ないかもしれないということで、しょうがなくて同じ値段のホワイトパールで見積書を作ってもらいました。であとは絶対の希望としてこのスライドドアなんですけど、バンディットの場合は助手席側だけパワースライドドアで、運転席側後部はオプションになってしまうんです。なのでこの2つを踏まえた上で、まあ、見積もり取りました。でネットで3件見つけました。みんな令和2年式の未使用車で、走行距離4キロから6キロぐらいだったんですけど、1件目はもう早々になしになりました。まあ未使用車っていうのは一応中古車には当てはまるんですけど、メーカーのオプション以外は何もついていません。ナビとかも全部オプションになっちゃうんですけど、こちらセットでないと売れないということで、見積もりの結果新車とあんまり変わらないぐらいの値段になってしまいました。で2件目、こちらは車両価格が166万と安かったんですが、まあ、所費をちょっと高かったのと、県外でもちょっと遠い地域だったんで陸送代が高くなってしまいました。で3件目、こちらがかなり安かったんですね。車両本体は172万だったんですけど、所費用が10万ということで、そのまま出してくれるということで、オプション、こちらは自分でつければいいという感じですね。特にナビゲーションシステム、純正ナビは、まあ、いいことはいいんですけど、高いです。
なので、まあ、同じものの市販品ですね。こちらですと値段半額以下で買えます。でメーカーオプションではなくディーラーオプションの方で嫁の方の希望でありましたのがナビとバックカメラ、こちらも純正に比べて、まあ、ナビが半額以下ですね。で特にバックカメラ、こちらが非常に社外品安いです。純正4万もしますに対して、まあ、安いのですと、まあ、ネットで見て2500円なんてものもあります。こういうふうにあのディーラーオプションのやつは社外品で置き換えることができますので、こちらあまり考慮しなくていいかと思います。ただ値引きの時はちょっとやっぱ絡めた方が、値引きは引き出せます。やはり利幅違いますんで、車両本体の方はやっぱり利幅小さいんですね。バイクなんかだと分かりやすいんですけど、バイク本体3万円値引きするんだったらヘルメットやグローブなんかの用品を3万円分サービスした方が、まあ、販売店としては懐が痛まないということで、そういうのも含めて検討していきます。でこの3件目の見積もりですけど、まあ、あの陸送代、諸費を含んだ金額で184万2000円で、そこでナビとバックカメラつけても190万前後というところになり、ちょっと候補として上がってました。さらに電話で交渉しててマットをサービスしてくれるというので、なかなかいいお店だったんですけど、まあ、あともう一件新車の見積もりで、まあ、別な系列のスズキのディーラー行ったわけですが、もし希望に合う未使用車あればと言ったらばあったんです、なんと。ただちょっと一つ余計だったのが、全方位カメラパッケージっていうものがついてたんですね。これは駐車するときとか全方位映ってつなげてですね、まあ、車を見下ろしたりとか、全体が見えるようなものなんですけど、こちらがついてますと市販のナビと連動させるのは面倒なんですね。まあ、不可能なことではないんですが、私実はちょっと伝送系は弱いです。なんでちょっとまあナビ、まあ、純正ナビとか絡めて話をしていきました。で見積もりを取ってもらったわけですけど、ちょっと前回とはまた一部変えてみました。最初の見積もりなんですが、こちらの方ではまあナビ、標準的なパナソニックのナビと接続ケーブルとか、ちょっとこの時はついたなんかも含めてみました。で用品、まあ、オプションの方の値引きと車両本体値引き合わせて値引き額が16万2000円ほどですね。これではちょっと全然物足りません。でなかなかちょっと値引きも渋かったんで、まあ、9月の中間決算なのでもっと行くと思ったんですが、まだ粘れば行けるかもしれませんが、なかなかちょっと厳しかったです。で2件目の方なんですが、やはりさっき言ったように車外ナビと連動させるの難しいってことで純正ナビにしたんですが、ちょっとより良いもので、前のナビよりもワンランク上、純正で選べる中では一番高額なモデルですね。ただ7インチのものですけど、それと、接続ケーブル、あと子供乗った時に YouTube とか車のナビで見たいっていうので、それを見れるような仕様にしました。で純正ナビの欠点として、運転中操作できないっていうものですね。助手席側からナビ操作しようとか、他にテレビ見たいと思っても運転中はできず、車外品だとちょっと今の最新ナビはわからないですけど、ちょいフルのものですと、まあ、アース取ればそれだけで見れるようになるっていうのもありますんで、で、2件目で出た見積もりがこれですね。まあ、あまり引かれてないような気もしますけど、かなりちょっと安いかと思います。まあ、書いてある以上にですね。でこういうふうに見積もり出した後、私の得意な作戦なんですが、スタッドレスタイヤ、私の地方では雪降りますんで、こちらも絡めての話します。ただ残念なことに、このディーラーさんはダンロップだったんですね。まあ、嫁の希望として絶対ブリヂストン BS じゃないと嫌だということで、まあ、タイヤは絡めずに話ということになりました。
あとここがポイントです。誰でもできる値引き術なんですけど、諸費を削れます。まあ、一番簡単なのは、納車費用ですね。これもディーラーまで取りに行けば0円になります。それともう一つ簡単なのが、自賠責じゃなくてごめんなさい、車庫証明ですね。こちらも、まあ、法定費用の他に手数料でやっぱり1万円以上は取られます。で、納車費用と車庫証明ですね、こちらの手数料だけでも2万円超えちゃいます。なのでこれは自分で取れます。ディーラーさんに言えば紙ぐらいもらえますんで、警察署にそれを提出するだけです。で、地図必要なんですけど、まあ、Google マップとかでいいですね。まあ、家の周辺の地図、あと住宅地図ある場合はそちらつければいいんです。そして見取り図ですね、駐車場の、まあ、簡単な図でいいです。縦や横で他に止めてる車なんか簡単な絵つけて、まあ、別紙で構わないです。別紙参照と書いて2枚紙つけてやれば OK です。で、中3日4日ぐらいなんで1週間あれば車庫証明出来上がりますので、法定費用の2750円だけで済みます。これだけで、まあ、2万は下げられます。それと今回やたらちょっと特に1件目で進められたのが、何でしょう、残価設定ローンですね。こちら人によっては得になるのかもしれませんが、私は好きではありません。結局所有ではなくリースという形になります。で、3年とか5年で決めて乗っててもやっぱ慣れた車、この車いいとなって買い取りとなった場合、また新たにローン組んだり残金払ったりするんですが、そうなると最初から新車で買った方が安くなってしまいます。まあ3年で乗り換えるっていう人には合ってるのかもしれません。それともう一つなんですが、安心パックっていうものを結構勧められました。こちらは私の場合自分でだいたいやってしまうんで、車検なども完全に不要のものですね。自分でやった方がよっぽど安く上がります。ただ、点検整備や、まあ、車検と全部ディーラーに任せてるという方にはお得になるかと思います。まあ、人によってですね、使い方というかです。と、余分なものを引いていったので諸費用がすごい安くなりました。76,040円ですね。さらに私の場合だと結構無茶言ったりして、登録自分でやりますっていうんですが、大体断られます。まあ、県外で、まあ、買った時とかそういうのをやったことありますけど、これもできたらばすごい安く済みますんで、こんな難しいことじゃないです。昔、まあ、ネットとかそんな普及してなかった頃ですね、まだ20代の頃、まだ車もそれほど詳しくなかった時ですけど、すんなり簡単にできましたんで、もしできればさらに安くすることできます。で、まあオプションでなんですけど、ディーラーオプションは、まあ、置き換えできるってことですけど、メーカーオプションやグレード、こちらは絶対に妥協しないでください。後から付けられるものではないです。まあ無理すれば付けられるものもありますけど、まあ後からこういうのが良かったとかでオプションで付けられないっていうのは後悔絶対することになりますので、これは譲らないでください。で、トータルで、190万という価格になりました。で、今回ついてる装備、まあ、メーカーオプション、ディーラーオプション含めますと、総額で、まあ、新車ベースで考えた場合、230万とちょっと、3158円ですね。まあ、諸費用を普通に考えたら10万は取るんで、まあ、240万ってとこが、まあ、190万なんで、なかなか良かったかと思います。で、次に今まで乗ってた車の売却ですが、こちらはディーラーでの下取りはあまりお勧めしません。基本的に安いですね。で、もし高く買い取りますっていう場合は、本来、まあ、車両の値引きの分を載せてるだけなので、まあ、実際のところあまりお得とは言えません。
今は便利なことにネットで一括見積もりなんてもできますんで、そういうのがおすすめですね。でちょっといやらしいやり方かもしれませんが、まあ、やってもらいたいのは複数の買取会社の出張査定同じ時間に来てもらうことですね。まあライバル会社がいるわけで頑張ってくれちゃいます。まあ、こういうのでよくあることなんですけど、今日今決めてもらえばいくらまで出せます、ただ明日とかも今決めてもらわなければここまでしか出せませんっていうような言い方する会社もあります。まあ、ここでもかなり差は出るんですね。前に AZ1 の新車で買ったのを売却した時などは、まあ、一社がそんなので行ってきて25万っていう値段出したんですけど、まあ、後日別なところに来てもらったらば45万っていう値段出してきたんで20万も違います。大違いです。そういうこともあるんでちょっと嫌なやり方かもしれませんが、そういうのおすすめです。で今回一括で見積もりやって最初にメールで届いたことで、まあ相場価格ですね、まあ、大体買い取りの目安としてきたのが、まあ、1000円から5000円という値段でした。まあ車が古いんで16年落ちの初代ウィッシュで、しかも走行距離が18万3000キロで、年式層の細かい傷は多数あります。まあ、大きなへこみはないんですが修復歴ありになっちゃいます。追突されちゃったことあったんで、まあ一般の人考えると逆にお金取られるんじゃないなんて思うような車でした。それでも2社が買い取りしますっていうので連絡よこしてきまして、ただ1点は中古車なども扱ってるところだったんで、まあ、下取りの場合は10万出しますっていうことだったんですけど、まあ、いいものがちょっとなかったんですね。で次にやったのがオークションに出品したんですけど、こちら自分で写真を撮った場合は、まあ、指定された写真ですね、それの場合、まあ、決まった時のオークション手数料が半額の1万1000円で済むということで、まあ、オークションに出しました。で結果ちょっと7万1000円で、まあ、手数料込みで出してたんですが、まあ、届かず7万900円だったんですが、まあ、手数料引いちゃうと5万9900円、なんかもうちょっと行きたいなーなんて時にもう1社から連絡ありまして、まあお車決まりましたかということで、出張で行きますっていうことだったんで来てもらうことになりました。その話をし終わった直後にまたオークションの方から連絡があって、そちらなんか焦っちゃったのか今度は手数料いりませんって7万900円そのままお客様の方に差し上げますってなったんですが、ちょっといろいろ話しまして、スタッドレスタイヤまあ持ってるんですけど、まあ、使用限界ぐらいまで行っちゃってるものだったんですが、そちらは当然やっぱ引き取ってくれないということで、まあ、ちょっと保留にしておいたんですね。その間にもう1社来てくれまして、そちらでは最初7万円という価格、やはり修復歴もありだしということでだったんですが、まあちょっとその前に雑談とかでも気の合う人だったんで、まあちょっと無茶言ってもうちょっと行けませんか、7万5000円でどうでしょうみたいな話をして、まあ、まあ会社に問い合わせでなったんですが、最終的には7万3000円でスタッドレスタイヤとかも引き取りますということで決着がつきました。なんでそのまま売ったとして、まあ、ディーラーだといいとこ1万円ぐらいだと思いますね。で下手したらば本当に1000円から5000円なんていう価格もあります。でまたもう複数の会社によってそれぞれ得意分野とか欲しい車とか違いますので、先に言ったような複数の会社集めて査定してもらうっていうやり方が一番いいと思います。よろしく頼むぞ。今回取り付けを行う車外パーツはバイザーとマットのセットになります。こちら純正タイプのものとなってます。では取り付け行っていきたいと思います。まず付属の脱脂面で脱脂を行います。こちらの製品純正のように両面テープと
ブラケット両方で取り付けのタイプになってます。ゴムキャップついてたのとこを外して、これはブラケット、そして両面テープもちょこっと端剥がしておきます。そしたら車側の準備としてはランチャンネル外します。ゆっくり下に引っ張っていけば簡単に取ることができます。でこのように外したら取り付け行っていきます。純正品のような綺麗な仕上がりです。ヘッドが嫌なんですね。入ってしまった。下からしょうがない。これちゃんと出しとかないとダメですね。よっと。はい、これで右側終了です。ここで止めて、次は逆側もつけていきます。はい、取り付け完了しました。純正タイプというだけあって、もうソリオって入ってないだけで純正品のようなフィッティングですね。非常に綺麗になりました。変にずれてもないですね。収まり非常にいいです。またこの軽くスモークになってるんですけど、これも純正品みたいな感じですね。透明感もいいです。これでマットとセットで14,600円、これいいんじゃないですかね。これで
タバコ捨てても雨の日窓は開けられます。はい、バイザーとセットになっていたフロアマットですが、なんと今回サプライズといいますか、ディーラーさんの方でマットサービスしてくれたんですね。こうやってちょっと2つ比べてみると違いはよくわかります。純正マット、ま、厚みたっぷりありますけど、こちら社外品の方だいぶ薄っぺらに感じます。バイザーは非常に良かったんですが、やはりマットこう比べていきますと純正の方がいいなっていう感じですね。まあこれもあるだけあるんで上にかぶせて使ってもいいですし、まあ純正使うまでこっち汚れるまで使ってもいいかと思います。こっちはややちょっと残念な感じですね。バイザーが良かっただけにこちらはちょっといまいち。結果社外品マットはこのようになりました。薄かったんで純正マットの上に引いて汚れ防止っていう感じですね。これ単品だとやはりちょっと耐久性も差もあるんでどうかなって感じなんで、こういう使い方ならいいかと思います。こっちはちょっと残念な結果になりました。以上です。